紐だぜ、おい。何のつなぎ目もないぜ、おい。はい、どうも、インディキマーシャン、テルシャでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おー、今日マジックありますよー。さあ、今日もここ、マジックバーインディキからお送りしてますね。このチャンネルでは私、インディキマジシャン、テルシャがいろいろなマジックの実践するチャンネルでございます。マジックファンの皆様、ぜひチャンネル登録をお願いしますよ。また、マジックに興味のない方は、もうバット押して帰ってくださいね。おー、さあ、今回ご紹介するのは、リング&ロープだぜ。おー、古典の名作でございます。いろんな手順が開発されておりますが、今回、ご紹介する手順はこちらでございます。じゅじゅん、フランツコッファーさんかな、こっちの名前が書いてませんけど、フランツコッファーさんのリング&ロープでございますね。これ多分海外のコンベンションでちょっと買ってきたやつですございますが、ずっと棚にしまっとったやつでございますね。さあ、使うのは何の変哲もない紐だぜ、おい。さあ、この紐のいいところはお客さんに渡して調べてもらうことができるんだな。つなぎ目なんてどこにもない紐だぜ、おい。それでは実践だ、おい。おい、さあ今日のマジックはこいつだ。紐と指輪を使ったマジックだぜ。さあ、使うのはこちら、何の変哲もない指輪だぜ。そして使うのは何の変哲もない紐だぜ、おい。さあ、しっかりと調べていただいても大丈夫でございます。つなぎ目なんてないような引っ張っても大丈夫な紐だぜ。さあ、この紐の先っぽに何の変哲もない指輪を入れて紐垂らすぜ、おい。この状態、そしてあとおまじないするだけでリングが抜けちゃうぜ。いくぜ、ワン、ツー、トリッ。おい、不思議じゃない、おい、すごすぎるぜ、おい。さあ、何の変哲もないリングでございますよ、おい。さあ、このリングを、おい、紐の中に入れちゃうぜ、シャキン。さあ、完全に入った状態だぜ。この端と端はしっかりと結んじゃうぜ、おい。さあ、こっからでございますよ。リングがエスケープしちゃうぜ、おい。じゃ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 んじゃん。さあ、紐をこんな感じで結んで、シュイン。さあ、手のひら乗せちゃうぜ。あとは紐を引っ張るだけだ。てて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 、おい、不思議じゃない、抜けちゃうぜ、おい。さあ、何の変哲もないリングだぜ。そして何の変哲もない紐。さあ、結び目を外して一本の紐にしちゃうぜ、おい。さあ、この状態でございますよ。さあ、今度はちょっとリングがちっちゃいので、ちょっと大きめのリングを使うぜ、おい。さあ、この輪っかがこの紐の中に入っちゃうぜ。一瞬で入るからね。いくぜ。でんじゃ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 ん。えいじゃん。えい、おい、ちょっと最後微妙だったね。おい、まあ、こんなこともあるんだな。おい。さあ、こちらのリングも何の変哲もないリングだぜ。おい、つなぎもない。紐もつなぎ目がないぜ。おい、引っ張っても大丈夫だ。うにょー。おい、リング&ロープ、おい。おい、いかがでございましたか。リング&ロープでございましたね。さあ、いろいろなリング&ロープの手順はございますが、こちらのリング&ロープはやはり、かなり種を使ってますね。みんなが知ってる種でございますが、その種をうまくこう処理してるマジックでございますね。最初と最後にはその種が存在しません。中間だけ種が存在するという、まあまあいい手順になってると思いますが、まあ、ちょっと扱いがちょっとめんどくさいんですけどね。まあ、慣れればそうでもないですが、まあ、すこぶる地味だぜ、リング&ロープは。ほい。さあ、今日のマジックは、今日の動画はこの辺で終わりたいと思いますね。それでは皆さん、さようなら、またね、バイバイ、ほい。